の26日の月曜日、本日もポジティブラジオパーソナリティ、私スーパーポジティブティーチャー福地が務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はですね、曇りのち雨です。最高気温32度、夜の22時以降から雨が降る予定でございます。なので日中はですね、晴れてるので、まあ、傘はね、いらないと思うんですけども、夜10時以降ね、もし帰られる方いらっしゃったら、傘を持っていた方がいいと思います。さあ、オリンピックね、始まりましたね。まあ、最初はね、もう中止なのかやるのかっていうね、議論が あったんですけども、少しずつ中止やるという議論から、まあ、有観客、無観客にするっていう議論があって、そして、まあ、最終的に無観客になり、まあ、無事にね、セレモニーも、開幕のセレモニーもね、開会式も終わり、サイバーテロがね、あるんじゃないかっていうですね、そういう心配もあったんですけど、なんとかね、無事に、開幕できてですね、そして、もうすでにね、金メダルが何個か出てますね。新しく、スケートボード、これがですね、新しい種目になって、金メダルをね、日本人が取ったという、そういうですね、嬉しいニュースもありましたし、まあ、柔道もね、なんと今、柔道を2日目にして、すでに金をね、3つも取ってるんですね。その3つの中の2つはですね、なんと兄弟の安倍詩さんとね、あと安倍一二三さんの同時にね、金メダルを同日に取ったという、これが史上初の快挙と、オリンピックの中で、ね、そんな、まあ、いろんなね、素敵なニュースがある中でですね、まあ、今日も月曜日ですね、お仕事の方いらっしゃると思うんで、ポジティブラジオですね、始めていきたいと思います。僕は昨日ね、お休みで、まあ、お休みですけども、ノルマのね、ウーバーの配達が10件というノルマがあるんで、まあ、それをやり、家に帰ってですね、掃除をして、そして、久しぶりに会う友達とね、一緒にご飯を食べたんですけども、まあね、休みの日にね、何にもしない予定を入れないで、家にずっといるというのが僕ちょっとできない性格なので、まあ、できる限りね、休みの日は、行動をですね、スケジュールを入れて、行動的にね、動きたいなと思ってですね、まあ、すごく充実した日曜日を送ることができました。まあ、皆さんもね、日曜日ね、まあ、ほとんどの方は4連休の方がね、多かったんですかね。木、金、土、日と。僕がね、会った友達もですね、4連休で。で、お仕事として夏休みとかなかったんで、まあ、プチ夏休みみたいな感じですごくエンジョイできたって言ってましたね。まあ、そういう方もね、すごく多かったんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、私のスマホ中毒から脱却プロジェクト、4つのチャレンジのですね、結果報告からいきたいと思います。まずですね、4つのチャレンジ、1つ目が、厳しい筋トレを毎日やるというもの。これはですね、達成することができました、昨日も。昨日もしっかりとバーミージャンプ、腹筋、あと胸筋トレーニング、チューブトレーニング、しっかりとですね、やりました。で、体重もですね、ずっと大体60キロ台をキープして、今、59.8 キロかな。はい、です。で、二つ目がですね、ゴミ拾い。これ毎日5個以上ですね、ゴミを必ず拾うというものも、これもですね、昨日は6個かな、ゴミをちゃんと拾いました。で、三つ目が、ウーバーの配達、最低でも10件と。昨日もですね、お休みですけども、10件ノルマを達成しました。昨日すごく早くてですね、2時間半で10件をですね、配達することができました。で、最後は YouTube の配信。これがですね、朝の6時半に、1分の遅刻もなくね、配信するというものも、これもしっかりとね、YouTube 配信することができました。なので、これで、14連勝です。残りね、28日あります。で、なんですけども、今日ですね、僕はワクチンの2回目の接種があるんですね。2回目の接種があり、一応激しい運動はね、当日はしないでくれということが書いてあったので、まあ今日はですね、筋トレとウーバーの配達は、お休み。今日と明日ですね、
一応今日打って一応明日もですね副反応が出る可能性もありますし激しい運動をやめてくれということなんで今日と明日はですねウーバーとあと筋トレはですねお休みします。これもね一番最初の僕のですね動画で、お伝えしていたことでこれはねちゃんとこのチャレンジの中で、これは例外としてこの2日間はやりませんというのをお伝えしていたのでこの2日間はお休みをしてゴミ拾いとねこの YouTube の配信はしっかりとできますので、まあ、これはしっかりとねやっていきます。はい、続いてはですね学びのコーナー行きましょう。このコーナーはですね1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書をこちらの本の中からですね仕事のプロフェッショナルになるための非常にですねありがたいですね、お話が聞けるというものでございます。これもね僕もそうですし、まあ、聞いてる方もね一緒に学んでいこうというものですね。本日は奥野博さんというですね、方のお話をしたいと思います。この方はオークスグループの会長をやられてるですねすごいお偉いさんなんですけども、まあ、この方のですねテーマがどん底の淵から私を救った母の一言というですね、テーマのお話をしたいと思います。滅びるものは滅びるようにして滅びる。これは今度出した本の書き出しの一行です。倒産の原因はいろいろありますが詰まるところこれに尽きるというのが実感です。私が滅びるような生き方をしていたのです。這い出すきっかけになったものは母親の言葉ですね。父は私が幼い頃に死んだのですがその33回忌法要の案内を受けたのは奈落の底に沈んでいる時でした。倒産後実家には顔を出さずにいたのですが法事では行かないわけにはいかない。行きました。案の定しらじらとした空気が寄せてきました。無理もありません。そこにいる兄弟や親族は私の頼みに応じてお金を用立て迷惑をかけた人ばかりなのですから視線に耐えて隅の方で小さくなっていたのですがとうとう母のいる仏間に逃げ出してしまいました。その時母は84歳です。母が今どうしているのかと聞くのでこれから絶対失敗しないようになんで失敗したのか徹底的に考えているところなんだと答えました。すると母が言うのです。そんなこと考えんでもわかる。私は聞き返しました。何がわかるんだ。お母さんは聞きたいか。聞きたいなら聖者旋回。威厳に満ちた迫力のある声でした。倒産したのは会社に愛情がなかったからだと母は言います。心外でした。自分の作った会社です。誰よりも愛情を持っていたつもりです。母は言いました。あんたはみんなにお金を用立ててもらってやすやすと会社を作った。やすやすとできたものに愛情など持てるわけがない。母親が子供を産むには死ぬほどの苦しみがある。だから子供が可愛いのだ。あんたは逆子で私を一番苦しめた。だからあんたが一番可愛い。母の目に涙が溢れていました。あんたは逆子で私を一番苦しめた。だからあんたが一番可愛い。母の言葉が胸に響きました。母は私の失態を自分のことのように引き受けて私に身を寄せて悩み苦しんでくれる。愛情とはどういうものかが痛いように染みてきました。このような愛情を私は会社に抱いていただろうか。嫌なこと苦しいことはすべて人のせいにしていた自分の姿が浮き彫りになってくるようでした。わかった。おふくろ、俺が悪かった。私は両手をつきました。ついた両手の間に涙がポトポトとこぼれ落ちました。涙を流すなんて何年ぶりだったのでしょうか。あの涙は自分というものに気づかせてくれるきっかけでした。というですね、
どん底の淵から私を救った母の一言という本日のお話です。最初の冒頭のね、滅びるものは滅びるようにして滅びる、これすごくね僕はわかるんですよ。あ、この人きっとこの後未来すごく怖いな危ないなっていう人は大抵ね、うまくいかなくなったり、まあ、会社が潰れてしまったり仕事を辞めたり、なんかそういう風になっていく。じゃあなんでそういう人がね、僕がそういう風に、あ、この人危ないなと思ったかというと、すごくお金に対して無駄遣いをしてたり、ずさんな管理をしてたり、人に対してしてもらったことにをすぐに忘れて、人に迷惑をかけたり、横暴になったり、天狗になったり、なんかそういうね姿を見ると、ああこの人多分これから未来先うまくいかなくなるだろうなっていうのはすごく僕はその人の話をしたりとか見てわかるんですよ。まあ僕の周りにはね、ありがたくそういう方ほとんどいないんですけども、でも時々ねそういう方を見ると、ああこの人ちょっと危ういなとか、あ、すごく自分のね、やってること胸張れてないなっていう人は大抵仕事っていうのはうまくいかなくなる。まあこの滅びるものは滅びるようにして滅びるというのはおそらくそういうことなんじゃないかなと思います。人に対してだったり、自分に対してだったり、お金に対してだったり、環境に対してだったり、そういうところにすごく人の性格だったりとか人間性って出るんじゃないかなと思いますね。まあ、大変な思いをしたことでね、したことが逆にそういうことこそね、深く深く自分の胸に突き刺さって覚えてるし、逆に簡単にできてしまったことというのはあんまり覚えてないし、自分の成長にもつながってないのかなっていうのをすごく僕は今約39年間生きてきて思います。辛い思いだったり大変な思いだったり苦しい思いをした時の方が自分の成長ってすごくできるし、そういう思いをしたからこそ大切にしようとか、これは当たり前じゃないんだと、今のこうやって給料をもらえることは当たり前じゃないんだというふうにね捉えることもできたりとか、まあ僕はねすごく臆病者で怖がりなので、できる限り準備をしたりとか、できる限り今の現状をもっともっと良くしていかないといけないっていうのを常に思っているんですよ。自分にねケツを叩けるんですよ。なので、まあこういうねポジティブラジオをねやることもそうだし、スマホ中毒化脱却プロジェクトを立ててチャレンジをすることもそうだし、まあ正直言ってね、めんどくさかったり、まあもう今日はやりたくないなとか辛いなって思うんですよ。それはねきっとみんなもね、みんな思うと思うんですよ。決めたことでも、うわめんどくせえなやりたくねえなとかね。でもそういうことをやり続けるからこそ成長があったり今の状態をキープできるのかなと僕は思ってます。よくね、楽して儲けるなんとかとか、これ超楽だから やった方がいいよとかっていうことでね、いろいろ聞いたりね、目にすること皆さんあると思うんですけど、そんなに楽してね儲けたり楽してなんか痩せれるって僕はないと思ってます。これは僕の中の持論なんですけど、今まで生きてきて楽にして何か成果を得られることって何一つないなと思うんですよ。やっぱり成果結果を出すには地道な努力だったり、人がやりたくないようなことを率先してやったりやり続けたり、そういうことがね、結果に残るのかなと思うし、常に不安な気持ちはあるんですけど、その不安って僕はすごくいい感情だと思ってます。じゃないとね、すぐ天狗になったり
すぐ、あ、俺が全てが正しいんだと。で、傲慢になったり、努力を怠ったり、そうしてしまうと、今いる場所ですらいられなくなってしまう。ということが人生なのかなと僕は思います。なので、調子が良かったり、絶好調な時ほど自分に負荷をかける。ね、なかなかでもそういうことってね、自分でこうやるって難しいですよね。僕も難しいんですよ、正直。だからスマホ中毒になってしまって、もう口に出して、もうみんなにもう見てもらわないと、見てね、監視してもらわないとできないんですよ。それはもう39年間で僕はすごく分かったんですね。自分の自己分析をした時に、何も言わないで自分でやり続けることってできないんですよ。だからこうやってラジオもそうだし、こうやってね、もう YouTube、Uber ドライバーやるとかね、筋トレやるとか、それを報告するグループがあって、それを毎日報告することで、自分が少しでもね、やれてるっていうのを、継続、持続できるんかなと思います。だからこそ、これからもね、まあそういう苦しい思いとか、大変な思いを、自らが、自分で率先してそういう中に飛び込んで、行きたいなと思います。楽して儲かることはないし、楽して成果が出るようなことって、逆に言うとすぐにね、元に戻ってしまうと僕は思います。まあそういうふうにね、思ってる人が多いと思います。でも逆に、やっぱ心みんなね、僕も含めて弱いから、できるだけ最短でとか、できるだけ簡単にできればいいとかって思うとは思うんですけど、ね、そこの先に、本当に、未来永劫の何かがあるかっていうと、ちょっと疑問符をね、僕は思えてしまうんで。まあお互いね、これ聞いて皆さんもね、一緒に、僕もね、全然できないし、できないからこそ、どうやってできるのかを考えて、僕はもう宣言するというのをやってるんですけど、まあみんなもね、いろんな人のやり方があるんで、一緒に成長して、一緒に、みんなでね、幸せにハッピーになっていきたいなと思います。今日はですね、そんなどん底の淵から、私を救った母の一言の話をさせていただきました。さあそれではですね、こちらポジティブニュースいきたいと思います。これはですね、私スーパーポジティブティーチャーと、あとですね、ネガティブスーパーネガティブティーチャーがですね、一つのニュースに対してネガティブな意見とポジティブな意見をですね、言い合うことによって、まあ、いろんなね、角度からニュースをね、学べるというものでございます。そうですね、ちょっとネガティブティーチャーをですね、呼びたいと思いますね。ようやく今週も俺の出番だ。なかなか1週間のうち5日間しか出れないからな、今日もいろんなことをネガティブにしていきたいと思うんで。オリンピックもな、あんだけ中止中止って言いながら、結局、開催されたら近代よっしゃーとかな、結局もうすげーな、心変わりがな。本当に手のひら返しすごいわ。なあ、オリンピック、結局はみんな見てんだろ、最初からな。見たいって。いや、よかったんじゃねえのかよ。そうですよね。今ね、オリンピックがね、開催、できてますけどもね、一時期はね、もう中止しろ中止しろって言って、国民のね、6割ぐらいの人がね、中止した方がいいんじゃないかっていうね、話もありました。でもこうやってね、オリンピック開幕できました。本当にね、これはね、多くの方々のね、努力と尽力されたおかげだと思います。それではですね、ニュース、こちらのニュースいきたいと思います。兄弟 V をした安倍一二三さんと妹の歌さん、実は3兄弟で支えてくれた、活躍を支えてくれた雄一郎さんという人がいましたと。で、女子52キロ級金メダルを取った、昨日金メダルを取った歌さん、そして66キロ級金メダルを取った一二三さん、この2人が同日金メダルを取ったということが史上初の快挙。オリンピックの中で一度たりともそんなことはなかったことをですね、
大きな大きなことを成し遂げたお二人でございます。66キロ級金メダルとで、ひふみさんのですね、座右の銘が、努力は天才を超える。最初からね、ひふみさんも強かったわけではなくて、最初ね、柔道に行くのが怖くて怖くて仕方なかった。でも、その怖かったひふみさんの手を取ってね、一緒に行ってくれたのがお兄さんのゆういちろうさんなんですね。で、ゆういちろうさんが一緒に通って、ゆういちろうさんもね、柔道やってたんですけども、まあそのおかげでね、少しずつ少しずつ、できなかった自分が、一個ずつ一歩ずつ進んで、努力をし続けた結果、オリンピックのね、金メダルを取るという世界一位の称号をね、取ることができたと。でもそこには自分だけじゃなく、妹の歌さんだったり、ご家族だったり、そしてお兄さんの支えがあったからこそ、取れたと。この雄一郎さんはですね、もう柔道をやられてはいないんですけども、私生活でね、この二人の歌さんとひふみさんをですね、支えてくれて、そうやって多くの人の支えのもとで、二人はね、金メダルを取ることができたと。この家族の勝利ですよね。まあ、こんなね、素敵なニュースをですね、今日は読ませさせていただいたんですけども、このニュースに対して、ネガティブティーチャーなんかありますか？ブレー、そうだな。まあ、いい話だな、これはな。うん。ネガティブ要素は、まあ、特には見当たらないな。うん。すごいよ。もうすごいとしか言えない。ただな。ただ俺はこの、オリンピック反対してる奴らとか、批判してる奴らがね、確かに批判するのはいいけども、こうやってオリンピックが開催されたら、もし開催されなかったら、この感動だったりな、こんな史上初の快挙もなかったわけだから、あの時にな、中止中止って騒いでた奴らはな、反省した方がいいと俺は思うぞ。こうやってな、オリンピックになったら、こういう感動もあるしな、こういうストーリーもな、感じることで、前向きになる奴もいるんだろ。ならな、中止って思った奴らもな、まあ、今度からはな、そういうすぐ中止っていうよりもな、どう開催できるかっていうのはな、考えるっていう方がいいんじゃねえか。なんかな、俺は、キャラ迷走してるから俺もポジティブなこと言っちゃったからな。なんかそれ突っ込まれるけど、そんなな、こと言う奴らはな、俺はな、大好きだよ。はい、というですね。ちょっとね、最近キャラ迷走中なんですね。ネガティブティーチャー、なかなかね、もう菅さんとかね、バッハさんみたいな、明らかにもう不満ぶちまけられるね、人が出てくれればね、バンバン言えるんですけど、こういうね、いい記事ではね、正直、ネガティブ要素あんまないですよね。うん、無理やりね、こじつけでちょっと作ってましたけどね。本当にこういう、家族の力というか、オリンピックがあって、こういう、この、メダルをね、取ったっていう、こういうニュースとか、聞いてね、喜ぶ姿とか、やっぱりね、オリンピックやってよかったなぁと思いますし、人がね、本気で、そのことに人生をかけて頑張ってる人の姿は、心に響くものってすごくありますよね。特にこのオリンピックっていうのはね、4年に一度しかない。今回はもう5年に一度ですよ。だからこそここにかけてきた思い、そして兄弟の思い、それを支えてくれる家族、そして応援してくれてるファンの人たち、無観客ではありますけども、そういうところでね、人は感動するし、まだまだね、コロナという脅威ありますけど、こういう勇気とか、そういう人の頑張りによって、俺も頑張ろうとかね、そういうポジティブな気持ちになれるんじゃないかなと思うんで、特にね、まあ、スポットライト浴びるのはね、歌さんだったりひふみさんなんですけど、この雄一郎さんのね、実は長男がいて、そして長男が陰で支えてくれてる、ご家族が支えてくれてる、こういうところにね、こういう人たちに僕は金メダルをね、送りたいと思いました。
さあ続いて、来日した米氏職員がアメリカのですね、新聞記者ですねの職員の人たちが羽田空港トイレで衝撃を受けた。日本流の機能は東京で、最もクールであるというですね、ニュースです。何がですね、このアメリカの新聞記者たちがクールだと思ったんでしょうかね。ここまで東京で過ごした中で最もクールなことはトイレです。水の流す音がした時に私は衝撃を受けました。これは音姫という擬音装置があって、まあ、そうやって自分が音がね気になる人のために音姫を鳴らすことで、自分の音が消えると、こういう日本人の繊細なところというところにすごくねアメリカ人はクールだと、東京に来て一番クールなことはトイレだと言ったというですね、まあ、そういうニュースでございます。じゃあネガティブ辞書お願いします。日本に来ていっぱいいろんないいところある中で選んだのがトイレって、もっとな、日本人のおもてなし、人の心みたいなものをもっともっと出せる日本人がな、少ねえんじゃねえか。トイレに負けんじゃねえよ日本人。もっといいところあんだろ、もっと面白い観光地もあんだろ。まあ、観光地もな、今来てる人たちはいけねえけど、だけどな、トイレに負けてんじゃねえよ。トイレに勝とうよ。はい、というですね、未だに瞑想中のですね、ネガティブティーチャーでしたね。はい。いや、トイレのね、綺麗さってね、確かに僕も海外にね、何度か行ったことはあるんですけど、やっぱり一番トイレ綺麗なのは日本なのかなと思います。衛生のね、やっぱ掃除とか、衛生管理も、やっぱりできてるのはね、日本なのかなと思うし、まあそれがね、当たり前だとね、日本人は感じてる部分もあると思うんですよ。オシュレット?ね、そういうのって、普通のね、別の国の本当にいいホテル以外は、そういうものってなかったりとか、トイレがね、まず、すごく綺麗っていうことだけでもね、向こうの人からしたら、すげえなって思うらしいですね。あと僕が聞いたのは、その、電車、これがすごいと。時間通りにまず来るっていうのがとんでもないことだっていうのはよく聞きますよね。他の国に行ったらもう何分遅れ、5分遅れ、10分遅れなんて当たり前らしいですね。まあ、そういうところに日本人の律儀さだったり、すごく規則を守る性格だったりが現れるのかなと思います。いろいろね、日本人ってね、すごくいや、自分はっていう風にね、謙遜してしまう部分はあると思うんですけど、世界に誇れるものっていっぱいあるし、ね、いや、ダメですっていうのもね、わかるんですけど、いや、ここ誇れるんですとかね、日本人こういうところあるんです、みたいな、そういう風にね、胸を張ることも僕はね、今、日本人として大切なことなのかなっていうのはすごく思います。いろいろね、日本のね、開会式のセレモニーもね、もうお金もっとかけろとかね、しょぼかったっていう風にね、非難する人もいるんですけど、別の角度から見たらすごく良かったよとかね、感動しましたっていう人もいるし、いろんな意見があるわけですね。で、いろんな意見があって、いろんな人たちがいて、いろんな国の方がいて、いろんな言語があって、まあその中でね、やれば非難もね、もちろん出るし、むしろ賞賛も出るし、で、そればっか気にしてたらね、なかなか自分の本来の本心だったりとか、本来の姿って出せないと思うから、自分はこうなんですっていうね、そうやってこう自分からこうどん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 アピールすることもね、僕は大切なのかなと思います。このポジティブね、居酒屋もですね、本当に嫌いな人はとことん嫌いだし、本当にね、一度来て二度と来るかって思ってね、しまう人もいるし、
でも好きな人は本当に何度も何度も通ってくれるし、それでね、僕はいいと思うんですね。自分はこうなんだからと、僕はこうですっていうね、何かそういうもの、信念みたいなもの、そういうものがあればね、それをその信念をね、すごく応援したいとか、好きでいてくれる人もいるし、全世界の人にね、好かれようとしたら、きっと本当に好かれたい人にはもしかしたら好かれないかもしれない。だけど別に嫌われてもいいけど、自分の思ってる人生、自分の一度きりの人生、人に迷惑をかけなければ、自分の考えてる信念を貫き通すっていうところで巡り会えた人たちは、きっとその身近にいる人たちのことを大切に僕はできるんじゃないかと思ったんで、なんかね、まあ、ちょっと話は脱線してしまったんですけども、本当に日本人はね、素晴らしいとこいっぱいあります。トイレもそうだし、僕はね、おもてなしの心、思い出の心ってすごく素敵だし、すごく繊細だし、日本には四季があって、もう季節によって、日本自体がね、すごく、素晴らしい国だと、僕は思ってるんで、それをね、これからも誇っていきたいなと思います。いいね。このオリンピックというのは機会なんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、1週間始まりました。月曜日です。5日間ね、この1週間も素敵な笑顔あふれるオリンピックもあり、そして、皆さんのね、お仕事だったりお勉強もあると思います。みんながね、この1週間、とっても楽しいね、素敵な1週間になれることを、私、祈っております。今日も聞いてくださり、ありがとうございました。また